論文じゃなくて論文数修論じゃなくて、皆さん明けましておめでとうございます。ってことで今日は初トラの日、なんと元旦が初トラの日、これはもうすごく縁起がいいってことでね、もう毎年言ってますけど、この山の山頂に鎮座する古社へありがたいお守りをいただきに行こうと思います。着いた。いやー到着。3年間こっちのルートから上がってきたけど、今年は初めてこっちのルート。いやーはっきり言ってこっちのルートの方が楽ですね。うん。って実感してます。ああ、1年ぶり。おいじゃあちょっとお世話になったこれお守り。
はい、ありがとうございました。じゃあお参りして新しいお守りをいただこうと思います。お守りいただきました。いやー、ダブルお守りで今年もご利益いっぱいありそうです。それじゃあ展望台に行って少し休憩します。